ミュンヘン一揆は、1923年11月8日から9日に、ドイツのミュンヘンで、エーリヒルーデンドルフ、アドルフ・ヒトラーらナチ党員が参加したドイツ、闘争連盟が起こしたクーデター未遂事件、半日余りで鎮圧され、ヒトラーら首謀者は逮捕された。ドイツでは主に、首謀者の名前から、ヒトラー一揆もしくは、ヒトラー・ルーデンドルフ一揆と呼ばれているほか 事件が発生したビアホール、ビュルガーブロイケラーの名を取ってビュルガーブロイケラー一揆と呼ばれている。英語でもビアホール一揆もしくはビアホールプッチと呼ばれることが多い。当時のドイツ国民の多くはドイツの栄光は第一次世界大戦の敗戦とベルリン中央政府の弱腰外交の裏切りによって失われていると感じていた。さらにインフレの進行による困窮は 極右と極左への支持を高めることになった。1923年1月、フランス・ベルギー両軍が賠償金支払いの地帯を理由に、ドイツの重要な工業地帯であるルール地方を占領した。ドイツ国民はこれに激怒し、ドイツ政府はルール地方の炭鉱や工場の労働者に対してストライキを呼びかけ、賃金を保障するために紙幣を増殺した。これにより、通貨の価値が 戦争開始時の1914年と比較し、1月末の1万分の1から8月に入ると100万分の1に、さらに10月に入ると1億分の1と急激に低下し、ハイパーインフレーションが進行していった。バイマル共和国軍にとって、フランス軍が占領地域を拡大し、軍と直接衝突することはドイツと軍の終わりを意味していた。 そのため軍はドイツ義勇軍組織を充実させ、軍の補助部隊としようとした。さらに、夏頃から軍総司令官、ハンス・フォン・ゼイクト上級大将、全ドイツ同盟指導者、ハイン・リヒ・クラース、ドイツ農業同盟らによる、右派独裁政権樹立計画が立てられていた。バイエルン州で、党員3万名を要し、勢いを増していた、国家社会主義ドイツ労働者党は、 政府の抵抗が弱腰だと批判していた。この姿勢は、州政府の多数派には警戒されたが、極右派やミュンヘンにおける軍の実力者、フランツフォンエップ、エルンストレームの支持を得ていた。一方で党の軍事組織、突撃隊は、軍の影響下にあり、ヒトラーをはじめとすると指導部の影響力は強くなかった。この頃の突撃隊員は1560名であった。軍は、 バイエルン州の民間軍事組織を連携させるため、2月に祖国的闘争同盟友働き団を結成し、レームが参加していた国旗団、フリードリヒ・ベイバーが団長であり、エーリヒルーデンドルフを顧問としていたオーバーラント団、義勇軍のミュンヘン祖国的連盟と定置団、そしてナチ党が参加したヘルマン・クリーベル少佐が軍事指導者となり、突撃隊などへの軍事訓練を行った。 ヒトラーは政治指導者の一人であったが、主導的な立場にはなかった。8月13日、ルール闘争の失敗とインフレの責任を取って、ビルヘルムクーの内閣が辞職し、グスタフ・シュトレーゼマンが新首相となった。シュトレーゼマンは、すでに支持を失っていた、占領軍抵抗運動の中止を考えたが、バイエルン州では抵抗継続派が多数を占めていた。 11月革命という屈辱の生産というスローガンが叫ばれ政治的変革への機運が高まっていた。9月1日と2日、ニュルンベルクにおいてドイツの日のイベントが行われた。バイエルン州の右派はハンベルリンの機運をアピールした。この集会でナチスはアピールに成功して支持を集めたが、同時にナチスなど大ドイツ派と元バイエルン州首相グスタフ・フォンカールがトップであり、 元バイエルン王国王大使、ループレヒトを支持するバイエルン分離独立派との関係は悪化した。この直後、祖国的闘争同盟友働き団のうち極右派がクリーベルを議長とするドイツ闘争連盟を組織した。参加した団体にはオーバーラント団、国旗団等がある。突撃隊もこれに参加し、引き続きヒトラーも政治指導者となった。また9月25日にヒトラーは、 9月27日から14の大衆集会を開催するだろうと発表した。州首相であったカールと談笑するルーデンドルフ9月26日、エーベルト大統領は消極的抵抗の中止と全ドイツへの非常事態宣言を布告する予定であった。しかし9月20日にバイエルン州首相オイゲンフォンクニリングは閣議を行い、バイエルン州内に非常事態を宣言した上に、 カールを州総督に任命して独裁的権限を与えた。カールはバイエルン駐在の第7師団司令官、オット・フォン・ロス総少将、州警察長官のハンス・フォン・ザイサー大佐とともに3党政治体制をとった。カールの露骨な反ベルリン姿勢は中央政府に危機感を与え、バイエルン州政府とベルリン中央政府の関係は緊迫化した。ナチスは 独立を行わないという条件で、カールの独裁を支持するとして、事態を静観した。9月26日には、ナチス幹部ショイブナー・リヒターが、ループレヒトの官房長と会談を行い、ループレヒトが、どのように、バイエルンを処理されようと自由であると告げた。9月27日、ナチス機関士、フェルキッシャー・ベオバハターがシュトレーゼマンと、軍装司令官ゼイクトを批判する記事を掲載した。 ベルリン政府国防省、オット・ゲスラーは、26日の緊急令に基づいて、フェルキッシャー・ベオ・バハターの発刊中止をロッソー少将に命令した。しかしロッソーがカールに相談したところ、ナチスを敵に回すことを恐れたため拒否した。ロッソーは発行禁止措置を行える権限を持っていたが、国防軍は、カールとの戦いを避けるという口頭命令を受け取っているとして、 発行禁止を行わなかった。この口頭命令はゼークトから出されていたものであり、ゼークトとゲスラーは対立していた。当時の政治家、ビルヘルム・ベネッケは、ゼークト派のロスを追い込むことで、ゼークトの失脚を狙ったものと推定している。しかしカールはナチスへの牽制も行い、9月27日に行われる予定の集会を禁止した。また直後に、 ドイツ闘争連盟から国旗団が離脱した。レームの一派は分裂し帝国戦闘旗団を結成してドイツ闘争連盟に参加した。また、ルール地域でフランス軍の支援を受けた分離独立派が放棄し、ドイツ全体の情勢も緊迫化しつつあった。ゲスラーはバイエルン州の放棄に備え、フミドイツ社会民主党とドイツ共産党の連立政府が成立していた。 駐林元州やザクセン州に派兵し、北ドイツとバイエルンの連絡を立つ計画を策定し始めた。10月1日、カールは記者会見を行い、フェルキッシャー・ベオバハターの批判記事とハンベルリン姿勢には賛同できないものの、ドイツ闘争連盟の協力を求め、発禁措置を行わないと発表した。これで中央政府の命令を拒否したことが明らかとなり、ドイツ各地では、 一気の発生の噂が飛び交った。ショイブナー・リヒターしかし10月4日のフェルキッシャー・ベオバハターが放棄の切迫を示す告示を掲載すると、カールは10日間の発禁処分を行った。ロッソーはこれで発禁命令を達成したと報告したが、ゼイクトは中央の命令を拒否したロッソーを許さず、10月9日の手紙で彼の辞職を要求した。 板挟みになったロッソーは10月16日、ミュンヘンの国民主義団体、ドイツ闘争連盟、州武装警察の幹部を集めて、敬意を説明し、指示を求めた。彼らは大奪し、ベルリン新軍のためにロッソーとカール政府の指示を明らかにした。これは、ムッソリーニのローマ新軍に習い、ベルリン政府を武力で掌握しようという計画であった。10月20日、これを知った。 中央政府からはロッソーの非免通告が下ったが、カールは拒否した。さらに、クニリング首相はロッソーをバイエルン州に忠誠を誓うバイエルン地方国防軍司令官に任命した。これは、中央政府へ反逆に他ならず、ゼイクと上級大将は、カールら州政府の3人の指導者とヒトラーを含めたドイツ闘争連盟指導者、各種国家主義団体に、この動きに、 武力で対抗すると通達した。10月24日、ロッソーは国防軍、武装警察、民間武装団体の指導者を集め、これから取り得る3つの方針を明らかにした。1つは、ベルリン新軍による独裁政権の樹立。2つ目は現状を維持して妥協を図る。3つ目は、バイエルン州の独立であった。ロは、ベルリン軍を目指すとし、週間から週間の 後に行動すると述べた。この集会にドイツ闘争連盟の幹部は招待されたが、ナチス関係者は招待されなかった。10月26日には新軍計画、周期演習が策定された。ナチス党はヒトラー抜きでのベルリン新軍には強い危機感を持った。一方で、クニリング内閣には妥協派がおり、強行路線と融和路線の間を揺れ動いた。やがて、 カールとの関係も冷却化し、焦ったカールは中央政府を右派軍事独裁政権に変えることで決着を図ろうとした。カールはゼイクとクラースらの右派独裁計画関係者と連絡を取ったが、計画は具体的な段階まで進んでおらず、ゼイクとの立場も不鮮明であった。10月29日、政府は軍の圧力により、 ザクセン州のドイツ共産党参加政府を解体した。11月3日、エーベルト大統領とゼークトの会談が行われた。会談の内容を記した当事者の記録には、矛盾があるが、ゼークトが右派独裁政府の成立を要求し、エーベルトが拒否したものと見られている。この日、カールの死者財産は、ゼークトと会談し、私とカールとは、目的は一致しているが、 私は合法的な道を固く守るという回答を得た。11月6日、カールらはナチスを除く国家主義団体の指導者を招集し、体制が整った後のベルリン進軍を決議し、事実上ベルリン進軍計画は延期された。カールは一般の信望を失い、指導者も進軍の延期を決めた州政府に不満を抱いた。同日夜、ヒトラーらドイツ闘争連盟は、 ナチスの幹部であったショイブナー・リヒターの起訴により、11月11日に放棄し、州政府を制圧する方針を決定した。11月7日には、使用期間をドイツと総連盟員が制圧する武装放棄計画が策定されたが、同日夜、ヒトラーは新たな計画を提案した。11月7日には、ミュンヘンのキャバルー、ボンボニエールに、ナチスの突撃隊が殴り込み、 風刺レビューの作曲家、ペーター・クライダーを撲殺するという騒ぎが起こった。11月8日には、ミュンヘン最大のビアホール、ビュルガー・ブロイケラーでカールが演説を行う予定があった。その席にはロッソーとザイサーも出席するため、この席でバイエルン州の3人の首脳を説得し、闘争連盟への支持を求めるというものである。会議は8日の午前3時にまで及んだが、 ヒトラーの計画が採択された。11月8日、まず午前中に突撃隊員に来たるべき行動への待機命令が出され、夜になると隊員たちは、それぞれの集合地点からトラックに分乗して、ビュルガーブロイケラーに集まり出した。午後8時ヒトラーが到着し入場。仲間とビールを飲みながら待機していた。会場には二十五名の警官や騎馬警官による警備が行われていたが、 武装した突撃隊員の脅しにほとんど抵抗らしい抵抗もなく立ち去った。午後8時30分、カールが演説をしていた時、ヘルマン・ゲーリング率いる突撃隊員が流れ込んだ。同時にホールに待機していたヒトラーは、ルドルフ・ヘスラの部下を引き連れて演壇に進もうとし、ホール内は大混乱になった。ヒトラーは、ブローニング拳銃を上に向かって発砲し、静かに、 国家主義革命が始まったのだ。誰もここを出てはならぬ。ここは包囲されている。と叫んだ。そして三人の首脳に生命の保障を約束し、ドイツ闘争連盟を中心とする臨時政府への権限以上とベルリン進撃に協力することを依頼した。ヒトラーはカールに、州説省、財産に、警察大臣、露送に、国防大臣のポストを提示し、ペーナーが、 州首相、ルーデンドルフが国民軍司令官、そして自身が政府を組織するという構想を告げた。しかしカールら3人の首脳はヒトラーらの説得に応じなかったため、ショイブナー・リヒターにルーデンドルフを呼びに行かせた。ホール内では突撃隊と群衆との小競り合いが続いていた。ゲーリングが、諸君、心配するな。ビールがあるじゃないか。とジョークを飛ばし、ヒトラーは、 機関銃を据え付けるぞと脅したりした。そのうち、ヒトラーの雄弁に群衆は沈まり、やがて彼を支持するようになった。ヒトラーはホールから戻ると、駆けつけたエイリーヒルーデンドルフと会見した。ルーデンドルフは自分に、無断で放棄が行われたことに激怒していたが、今は放棄を成功させることが必要であると考えていた。その後、彼の説得により、ようやく三人は協力すると言明した。 ヒトラーと共に三人が演壇に立つと聴衆によるドイツ国家の大合唱がホール内に響き、この時点では反乱は成功したものと思えた。集会に参加していたクニリング州首相をはじめとする閣僚の大半も逮捕、軟禁された。同時に市内でもエルンストレーム率いる突撃隊が市役所やバイエルン国防軍司令部などを占拠し、バリケードを築いていた。 しかし、レームは通信施設を抑えようとせず、反一騎派の連絡を見逃した。ルーデンドルフは、自らの国防軍や少将である、ロッソーに対する影響力に自信を持っていた。しかし、三人の首脳は、ビアホールで恥をかかされたことを恨みに思っており、また、国防軍総司令官、ゼイクト上級大将は、ルーデンドルフやヒトラーを信用しておらず、 一期直前には彼らを排除するようカールに新書を送っているなど、すでに現役を退いた、ルーデンドルフの影響はほとんど及ばなかった。マリエン広場に集結した突撃隊員その頃、公兵隊と一期勢の間で小競り合いが起き、ヒトラーとベーバーが仲裁のため席を外すことになった。この間にロスソーが国防軍司令部に戻って指揮を取りたいと言い、カールとザイサーも、 同様に持ち場に帰ると言い出した。ショイブナー・リヒターが止めたが、ルーデンドルフは3人の外出を許可した。30分後に戻ってきたヒトラーはルーデンドルフを問い詰めたが、ドイツ軍将校は決して誓いを破らないと答えた。一方軍はすでに一気反対の姿勢を固めており、バイエルン国防軍副司令官、ヤーコプ・ホンダナー将軍は独断で、バイエルン国防軍に対して、 国防軍司令部のみの命令に従うよう通達を発布した。カールは午後10時40分にバイエルン政庁に到着し、ループレヒトからいかなる犠牲を払っても反乱を違うつせよ。必要とあらば軍隊を使えという通信を受け取った。そして、ナチ党員が集結するのを防ぐこと、さらにカールの命令のみに従うように通達した。ロッソーは午後10時45分に 第19不評連隊本部に到着し、そこから国軍総司令官、ゼイクト上級大将に連絡し、半年圧の命令を受領した。午後11時、士官学校の生徒1000名が、ビアホールに到着し、カールの成長を占領するために出発した。ヒトラーと、ルーデンドルフラは、国防軍司令部に移動した。そこにいる、はずのロスソはおらず、指導者たちは不安になったが、 ルーデンドルフは相変わらず3人を信頼していた。この時司令部にやってきた司令官参謀マックス・シュバントナー少佐は第19不評連隊本部から電話室にかけられた露送の電話で反撃命令を受け取った。シュバントナーはミュンヘン市外の国防軍を列車移動で市内に送り込むように命令した。カールの成長を包囲した士官候補生たちは カールと決定的に対立することを恐れた指導者の命で撤退した。その後政調を脱出したカールとザイサーもやがて第19不評連帯本部の露送のもとに合流した。翌日の深夜2時55分、3人の名で反乱を認めず、銃を突きつけられて指示を強要されたに過ぎない。これは無効である。もしこれを認めれば、バイエルンは愚か全ドイツが破滅する。 との声明が、ラジオ放送で布告された。同時に、州政府のレーゲンスブルクへの移転と、ナチスの回答命令も発令した。軍と警察ははっきりと反乱鎮圧に転じ、州警察本部を制圧しようとしたドイツ、闘争連盟幹部、ハインツ・ペルネは捕らえられた。市内には反乱支持の群衆が溢れていたが、午前10時、国防軍は、市内要所に記事を設置し、レームラが立てこもる。 軍司令部はすでに包囲されていた。1923年11月9日のオデオン広場一期の首謀者たちがカールたちの裏切りを知ったのは11月9日午前5時になってからだった。彼らはカールたちが敵に回った事態を想定していなかった。ヒトラーたちは一時ビュルガーブロイケラーに戻り、司令部はレームに託された。昼頃まで議論が続き、クリーベルが オーストリア国境のローゼンハイムへの撤退を提案したが却下され、ルーデンドルフの発案でレームが包囲されているバイエルン軍司令部へのデモ行進を行うことが決まった。午前11時30分に行進が始まったが、この時デモ隊はほとんど丸腰であった。武装している者にも実弾を抜き取っておけという命令が出ていた。ルーデンドルフを前面に立てれば、軍や 警察も手出しができまいと高をくくっていたが、オデオン広場のフェルトヘルンハレ近くには、武装警察と国防軍がピケラインを張っていた。12時30分頃、昼過ぎにデモ隊がフェルトヘルンハレ前に差し掛かった時、一発の銃声が響いた。この銃撃で一人の軍装が死亡し、その直後に警官隊はデモ部隊に対する一斉射撃を行った。 後方の国防軍装校舎も空に向けて威嚇射撃を行った。ヒトラーへの銃弾は、党員ウルディヒグラーフが身を挺して不正だが、ヒトラーと肩を組んでいたショイブナー・リヒターが銃撃で、即死、ヒトラーは倒れかかってきた。彼に引きずられて、前にのめり、左肩を脱臼した。ルーデンドルフは、後進を止めずに、銃火の中を警官隊の隊列まで進み、逮捕された。 ゲーリングは足を負傷したが居合わせた、ユダヤ人の女性に助けられ、オーストリアに亡命した。午後2時頃、レームもバイエルン軍艦区司令部で降伏し、選挙部隊は武装解除された上で撤退を許可された。当時23歳のハインリヒヒムラーもその中に入っていた。部隊が死者の遺体を遺族の元に運んだ後、レームをはじめとする指導者だけが逮捕された。 ヒトラーは、シュタフフェルコのほとりにある、ナチス幹部、エルンスとハンフシュテングルの別荘に逃亡。彼の妻エルナが、ヒトラーの面倒を見ていた。二日後に警察が別荘に到着した。ヒトラーは絶望し、ピストルで自殺を図ろうとしたが、エルナが銃を取り上げ、あなた自身が死んでも、あなたを信じてついてきたものを見捨てるのかと説得した。この後、ヒトラーは落ち着きを取り戻し、 ナチス幹部に対する今後の指導を託すメモを残した。これによると、運動の指導と機関士の管理をアルフレート・ローゼンベルク、財政の管理をマックス・アマンに託すものであった。間もなく、警察に逮捕されたヒトラーは、政府や役人に対する批判を叫んでいた。この時別動隊を率いていたグレゴール・シュトラッサーは、部隊をまとめて撤退した。また、ハンフシュテングル・アマン、 ヘルマン・エッサーらのナチス幹部もそれぞれに逃亡したが、ディートリ・ヒッカートなどは逮捕された。ルドルフ・ヘスは、恩師カール・ハウスホーファーの元に逃れ、自首を勧められたが、潜伏生活を行うことになる。この一連の騒動で19名の犠牲者が出た。現在、ビュルガー・ブロイケラーの跡地には、ナチスによる最初の犠牲者として3人の警官の死を弔う名番が置かれている。裁判の被告たち。 左から、ハインツペルネット、フリードリヒ・ベーバー、フリック、クリーベル、ルーデンドルフ、ヒトラー、ブリックナー、レーム、ローベルト・バグナー・ヒトラーら一気の指導者9人は、拘留され、翌1924年2月26日、裁判が開かれた。ヒトラーは裁判で、持ち前の雄弁を振るい、バイエルン州政府や中央政府を批判して正義は、我に、ありと主張したが、 裁判そのものに対する体重や新聞の興味は薄かった。この裁判におけるヒトラーの名誉回復の原因はむしろカールらの不人気によるところが大きい。カールらは一旦はヒトラーと協力することを発表したものの、一気が失敗しそうだと見るや否や態度を表現させ、裁判でも自分たちに不利な発言が出ないように圧力を加えた。これらの守備一貫しない態度などによって、 カールらはとにかく一機の中心からは遠ざかって罪を免れたが大衆に対する人気は急降下した。また、ルーデンドルフを一機の中心として有罪にすることを保守色が強い裁判官やカールたちは躊躇した。裁判中もルーデンドルフは一貫して責任を回避し続け、時としてその堂々とした態度や命令的な口調は裁判長を震え上がらせるほどであった。 このことがヒトラーをしてその代わりに一気の中心人物とせしめることとなり、英雄としてヒトラーの人気が急上昇することとなる。4月1日に判決が下ったが、ルーデンドルフが無罪となったほか、実刑を課せられたのはヒトラーを含む4人のみであった。この判決には、州法省、フランツギュルトナーの理念からの指示があったとされる。判決直後、 ヒトラーは日記に次のような言葉を書き残している。癒しむべき返境と個人的冤恨の裁判は終わった。そして今日から我が闘争が始まる。ジョン・トーランド長、長井敦史役、アドルフ・ヒトラー一貫、3 8 2ーヒトラーは5年の常塞金固刑となり、ランツベルクはムレヒの要塞刑務所の7号室に収監される。獄中は快適で待遇は極めて良く、独房は 日当たりの良い清潔な部屋、食事も上質で、差し入れや面会も自由であり、ナチス党員が身の回りの世話をした。主に面倒を見たのが、判決後に実施したヘスト運転手、エミール・モーリスである。当初落ち込んで食事を取らなかったヒトラーは落ち着きを取り戻し、ハンフシュテングルラが差し入れたチェンバレン、ニーチェ、マルクス、ランケなどの大量の本を読み、 自らのナチズム思想を固めてゆく。後年、ヒトラーは側近に、ランツベルクは国費による我が大学であった。と評している。また、ヒトラーの著書、我が闘争は、この時期に口実で執筆されたものである。この時期に、ヒトラーを励ましたのは、エルナやスポンサーのヘレーネ・ベヒシュタイム夫人、チェコスロバキア国家社会主義労働者党創設者、ハンスクニルシュ。 ヒトラーが失脚させた、ナチスの前議長アントンドレクスラーなどがいる。この生活で、ヒトラーの体重は8 5ラムまで増加した。州政府の中には、この際ヒトラーを国外追放にせよとの意見もあったが、追放先と目されたオーストリア政府の拒否に遭い、立ち消えになった。ヒトラーはその年の12月20日に仮出国した。カールとロスソーは訴追されることなくその地位を維持したが、 すでに権威は失墜していた。1924年2月18日、両者はその地位を追われ、バイエルン州と政府の関係は正常化した。一方、ベルリン政府では、左派政権のザクセン州と右派政権のバイエルン州に対する対応の違いに、不満を持ったドイツ社会民主党が連立を離脱。シュトレーゼマンは11月23日に首相を辞任した。 後継首相のビルヘルム・マルクス政権下で、バイマル共和制は短い安定期を迎えることになる。一機が簡単に制圧された経験でヒトラーは、武力革命に見切りをつけ、言論、演説、選挙といった民主的手段による政権奪取に軸足を移していく。ナチスには11月9日に、バイエルン州、11月23日に全ドイツにおける禁止命令が下ったが、無罪になった。 ルーデンドルフ、すぐに仮釈放された、レーム、逮捕を免れていたグレゴール・シュトラッサーらが、国家社会主義自由党の名で、偽装政党を立ち上げ、1924年5月4日の総選挙には32議席を獲得した。さらに、ドイツ人民自由党と合流して、国家社会主義自由運動となった。ドイツ闘争連盟の軍事組織はレームが、フロントリングの名で維持し、 後にフロント版となった後に再結成された突撃隊となる。しかしローゼンベルク派と北ドイツに勢力を持つシュトラッサー派、そしてハンフシュテングルやドレクスラーらの対立は激化し完全な主導権を握る者は現れなかった。これは極中のヒトラーが自らの影響力を保持するため、党内の構想を意図的に放置していたからと言われている。一気と裁判を通して、 ナチスは、バイエルン州の地方政党から、ドイツ全国に影響を与える政党へと成長した。12月7日の総選挙で、国家社会主義自由運動は14議席と惨敗したが、これは、レンテンマルクの発行で、インフレが落ち着いたこと、ド図案の受け入れが決まり、情勢がやや落ち着きを取り戻したことも、一因とされる。ヒトラー保釈後の1925年には、州法上、 フランツ・ュルトナーの支援もあり、ナチスは再決闘を強化された。2月26日、ナチスはビュルガー・ブロイケラーで、当真結成集会と銘打った集会を開催した。この集会には4000人の監修が集まり、予想以上の影響力に驚いたバイエルン州政府は、今後2年間、ヒトラーの講演を禁止している。1923年11月9日、 記念メダルナチスが政権を握ると、ミュンヘン一機は党にとっての記念碑的な出来事になり、ヒトラーは毎年11月9日にビュルガーブロイケラーで演説を行った。また、一期で死亡した党員13名は殉教者として称えられ、ナチス本部、褐色館の壁には彼らの名が刻まれた。銃撃戦で地に染まった軍機は地染めの陶器としてナチスの神儀となった。 1934年にはミュンヘン一騎を記念して地の勲章が制定された。このメダルはナチスドイツ時代において最も栄誉ある勲章の一つとなった。また、ヒトラーはこの時のカールの配信を忘れず、11年後の1934年6月30日に発生した長いナイフの夜においてカールは親衛隊によって残殺された。この一騎は 世界中で広く報道されたが、あまり関心を呼ばなかった。日本の合同通信が配信した内容は、ババリア軍が、副壁派が牢上した、陸軍将を襲撃し、ルーデンドルフ将軍並びに、副壁派狩猟ヒットレルを逮捕したというもので、誤りが多いものであった。その後、裁判の様子が報道されるにつれ、ヒトラーの日本語表記は、ヒトラーやヒットラーに統一されていくことになる。 当時ミュンヘン大学精神病学教室に留学中であった歌人斎藤茂吉は一期直前と事件後の騒然としたミュンヘン市内のありさまを描いた歌を読んでいる。帰国後には当時を改装してヒットレル事件という随筆を執筆した事件前事件後、ありがとうございます。